キース・キストは、オランダ・オーファー・アイセル・シューステーン・ワイク出身の、元同国代表サッカー選手でありサッカー指導者。ポジションは FW。現在は、デテレグラーフのレポーターを務める。キストは SC ・ヘーレン・フェーンでキャリアをスタートさせた。ヘーレン・フェーンにはすでに老いのセイスト・トゥーンがプレーしていた。ヘーレン・フェーンも対談後、AG ・アルクマールに移籍した。AG では、 ストライカーとして活躍し、AG における公式戦歴代最多得点記録を持つ。1976から77シーズンから1981から82シーズンには、オランダ3強に次ぐ4位の位置を4シーズンも達成する原動力になった。1980から81シーズン、オーストリア人 FW、クルトベルスルやオランダ人 FW ピールトルラと共に、 AG の初のリーグ優勝に貢献した。キストはオランダ屈指のストライカーでもある。1978から79シーズンにはエールディビジにて34得点を挙げ、オランダ人とした史上を初めてヨーロッパゴールデン州を獲得した。1982年夏、パリ・サンジェルマン FC に移籍した。1シーズンのみの在籍だったが、34試合で12得点を挙げた。 翌シーズンは同じくフランスの FC ミュルーズに移籍し、10得点を記録。フランスでも高い得点力を持つことを証明した。その後はオランダに帰還し、1987年に SC ヘイレンヘーンにて現役を引退した。また、キストはエールディビジで通算212ゴールを記録している。ありがとうございます。